過労運転を防止するために、長距離運転には、運転手の交代や仮眠休憩が高速バスには義務付けられています。一人が運転しているときは、もう一人の交代要員は、この仮眠室に入って寝ているというわけですね。狭いところが苦手の人には、おすすめできませんが、バスの種類によっても場所は様々のようです。これについて、海外のネットユーザーがコメントを寄せている。これは、かなり居心地良さそう。テレビがあって、良さそうなマットレス。涼しくしておく扇風機があって、暗いのが嫌なら電気をつければいいし、正直言って、それほど悪くないな。小スペースで、かなり、いろんなことができそうだ。こんなに狭い空間にいる自信ないな。それに死体置き場を思い出す。簡単にドアを蹴って出られるなら問題ないが、逃げ場がないときは閉所恐怖症が出るんだ。こういうところって居心地が良くて安全な感じがするよね。夜行バスの運転手なら日中寝るんじゃないの？運転手は2人体制なんだ。1人が運転してる間に1人が寝るのさ。よくわからないな。なんで職場で寝ないといけないんだ？夜の仕事だからって疲れてるとは限らないし、日中は寝ていて夜に働くんだ。大抵の人は夜寝て日中仕事して昼寝はしないぞ。電話があそこにあるところを見ると、日本では割とありがちな場所なんじゃないの？だから緊急時に最初に見るところかも。確かに秘密の場所ではないかも。すごくいい感じじゃないか。ここに住めるね。僕ならバスの中をラウンジ、キッチンとトイレにする。バスの下でこんな感じで寝て、反対側に自転車を置くところを作って世界を旅行して回りたいんだ。もう一人の運転手のために下に寝るところがあるのは大型車の場合よくあるよ。だいたい前方の階段あたりに入り口があるんだ。長距離の運転で運転手が二人必要な場合はセールスポイントになる。自分が入ってる時にバスが盗まれたら怖いだろうな。進行方向と違う向きに横になると違和感を覚える。進行方向に対して横向きに寝た時はほんの数分でめまいがしてきたよ。いろんな分野で日本は世界トップクラスだな。とっても実用的で結果を出す人たちだよ。かっこいいけど、ひょっとして事故にあっても消防とか救急とか見つけてくれないんじゃないかと心配になる。カプセルホテルみたいだ。